35教は、神道系の新宗教。文部科学大臣諸葛包括宗教法人。大元の信者であった中野世之助によって1949年に創始された。その教義から宇宙教とも称される。現在は、静岡県掛川市横須賀座満神道に本部事務所を置く。35教は、自教団について日本神道を基本とした。 教派神道の教団と明示しており、神道の教派ではあるが、戦後立教された、新教派である。中野世之助創始者である、中野世之助は1887年7月に、静岡県八合津の農家に生まれる。世之助は1917年に、名古屋に出て、木材商を営む傍ら、1921年に、大元に入信した。 1935年の第二次大本事件で入国した後、友清館マラと共にお法神社の長沢武志立の下で本田近則の霊学を学んだ。1949年、清水に世界的宗教が生まれるという啓示を受け、清水市にて35教を開教した。1956年には大本教と共に世界宗教社会議を開催した。 二代目教師は、世之助の幼女である、中野良子。三代目は、中野悦子宇宙大御僧、信仰対象とする。三十五教は、天文即宗教という教義を持っており、天文学者、山本一世の勧めもあって1957年、沼津市か山に天文台を設立した。宇宙の設理そのものが教えであり、天音、ね、地のもたらす農産物はそれを具現化するものとして、 重視しており、NGO オイスカを設立して、東南アジアなどで農業活動を行っている、現生利益を解かない、という、以下の矢柱を宇宙大ごそであるとする、文化庁、宗教年間令和元年版によると信者は7148人。ありがとうございます。